それでは今日の授業を始めていきます今日から5回かけて、えー、前回までの内容とは少し趣を変えて論文を読んでいくという話あの前回まではかなり OCT、えー、とっていう技術に特化した話をしていたんだけれども今回からは、えー、一般的な研究スキル学術的な活動をするために必要なスキルで実は、えー、とこれは学術的な活動だけじゃなくてこれから創造的に生きていく上で ほとんど全てどういう人生を送っても必要になってくるスキルだと思うんだけど、えっと、論文を批判的に読んでいく、もしくは文献を読んでいく技術という話をしたいと思います。で、えー、っと、なんていうのかな、僕いつもこう、大学のとか、特に大学院の授業に対して否定的で、えっと、そもそもこんなものいらないと思ってね、自分でやってるけど、あの、給料出るんでやってるんですけど、 えっとまあ、給料出なくてもやるかもしれないけど、基本的にはいらないと、なんでかっていうと、技術ってどん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 次から次に新しいものが出てくるから、授業になるぐらい固まった時点でもう古くなっちゃってるんや。だから基本的には、えー、自分で新しい情報をどん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 批判的に取り込んで、自分で体系化していくという必要があります。なんで、本当に重要な、おそらく大学でも大学でも本当に重要なのは、 えー、内容そのものを勉強することよりも、内容を勉強する方法を学ぶこと。でその方が、まあ、生涯使えるというか、そこさえおし覚えちゃえば、教科書でも論文でも何でもあるわけやから、学会でもね。えっと、そこから新しい情報をどんどん取り込めることになるわけです。なんで、実はこの、えー、文献を読むって技術は、これからどこまで行っても、いろんな分野で使えます、えっと。メーカーに入っても、アカデミアによくやっても使えるあの。特にアカデミアっていうのは、 えっと、去年のこの講義の第1回か第2回のレクチャーでそこ議論してるんだけどアカデミアっていうのは基本的には文献批判っていう方法論によって特徴づけられてる分野なのでもう文献批判っていうのは必須。でまたメーカーに入っても新しい技術ってやっぱ基本的には、えー、文献から取ってくるんですよ。なんでこう論文を読むっていうのは大学院の間だけだと思ってたらみんなもう大間違いで。えっとここから先どういう分野にするのも少なくとも技術。 に関する仕事をしている限りは文献、文献、論文を読む、論文を読むっていうのが必要になってきます。さらにそれ以外の分野に行っても、やっぱり文献とか資料を読み込むっていうのは、たとえ、あの、総合職とか管理職に行っても重要になってくる。なんで、えっと、この機会にこれを身につけておきましょうということです。でもう一個ちょっと補足なんだけど、あの、この講義の2020年版かな。考える技術、書く技術、読む技術。 いう講義シリーズ第え全6回、えー、と実際にはもうちょっとやろうと思って6回で力尽きたんですが、えー、と全6回の講義がありますで最後力尽きたところがこの、えー、とどうやって批判的に読んでいくかって話をしようと思ってたんでそこで結局、まあ、あの別の授業も始まっちゃって、えー、と政策が滞って力尽きたということが起こったんですがその、えー、その時に積み残したあの2020年の授業の後半というのが今日今からやるやつです でもう一つは、あの今、ここ多分みんな日本語わかる人しか来てないと思うんだけど、これのパイロット版っていうのを英語でやってて、今年の、あの今年度じゃなくて、今年の頭ぐらいにやってて、でそれはもうものすごくこう、何人かオンラインで集めて、ぐだぐだ説明しながらやってるやつなんですが、もし、えっと、興味のある人はそっちも見てみてください。でそっちの方がちょっとあの、オンラインでいろんなものを使いながら、マテリアルを使いながらやってるので、 分かりやすい部分もあるかもしれない。で,できるだけあのこの講義もそういうふうにやってきますそ。それでは、えー、日本語版の、えー、論文を批判的に読み込むための5つのステップ。で、第一回、本日は第1回ですね、えっと、分からないことを見つけようというのを進めていきたいと思います。で、えっと、この講義で話をするのは、えっと、文献を読む方法です。で、えっと、広く言えば文章を読む。 でさらにこれ実はあの2020年の講義で僕がそもそもつなげようとしたように文章を読むことと文章を書くことっていうのはつながってるんだ。でね、えー、とまず最初に考えたいことが文章を読む目的です。で、えっ、ー、と、みんな大学院とかもう多分卒論経験してる人がほとんどだと思うんだけど、あの4年生でこの授業を取ってる人以外は。えっ、ー、と、卒論とかレポートを書くときに みんなが割と戸惑ったであろうことっていうのが、えっと、みんな卒論書くとき、どうやって考えて書いた何を書こうと思った最初にどういうのを書けばいいと思った。えっと、あ、最初に点、どういうのを書けばいいっていうふうに考えた。あ、最初に点、どういうのを書けばいいと考えた。ここがカッコね。 一番最初「よし書け」って言われたわけ。えっ、ー、とね大体インストラクションのところで、えー、と渡される紙を見て構造を考えるよね。えっ、ー、と大体「序論」って書いてあるんやったっけあのインストラクション筑波大のインストラクションの紙だと「序論」って書いてあって「点々点の方法結果、えー、議論考察官で結論。 とかって書いてあって、そこの構造をまず意識すると思うよな。で、それは間違ってないんや。えっ、ー、と、この講義でもその話っていうのは、えっ、ー、と、ステップ3かなでやります。でただ、その前に1個考えることがあるんですよ。考えないといけないこと。なぜ、卒論なり、レポートなりを書くかや。で、それって多分、卒論とか、あの、実際に、えっ、ー、と、 本当の意味で意味のあるレポートを書き始める前はあまり意識しなかったところはない。例えば授業のレポートって何のために書くもうちょっとえっ、ー、とフランクに意地の悪いこと言おうか。レポート書かなくても単位もらえるんやったらみんなレポート書くあんま書かないよね。だから おそらく卒論とかあの研究レポートを書き出す前の文章っていうのはみんな評価されるために書いてたと思うだ。大体そうやなあの。それが悪いことっていうんじゃなくてそこまでがまあ、えっと実際そもそも僕ら教員側からしてもまあ、例えば学生実験のレポートを詳細にこう持論を展開されても別にまあ,あお疲れ様ですって感じでそんな興味ないわけですわ。ところが、えっと卒論とか えっと、週、週一、えー、もしくは2週間に1回ぐらいの研究レポート、研究室内部ゃないっていうのになると、あれは評価するために書えっ、ー、と、こっちが、教員側が生徒を評価したいから書いてもらってるわけじゃないんだ。こっちが、研究の内容を把握したい。だから書いてもらうわけやん、ね。OK。で、そこがおそらくみんながあんまり今まで意識しなかったところない。だから、 どういうふうな形を取っていないとダメなんですかとか、どういうところが評価ポイントなんですかっていうところだけを気にしていても、そこだけである程度アプローチはできるんだけど、そこだけをあんまり気にしていても、本当に意味のあるものっていうのは欠けてこないで。じゃあ何が重要なのかっていうと、文章を書く目的を意識するってことやな。でも、えっと、いきなり書く目的を意識しろって言われても、やっぱわかんないわけですわ。やったことないから。で、ところが、えっと、みんなが、 漠然と無意識に今までもやってきたことがあるんや。各目的のカウンターパートやんね。それが文章を読む目的です。OK。なんで、えー、っと、ところがまあみんな大体ここも漠然とやってるから、ここを明確にしていきましょうっていうところが文章をきちんと読んでいく、批判的に読んでいくための第一歩です。文章を読む目的っていうのは、えー、っと、理解することです。 OK。ここまではいいよね。理解したいから文章を読むわけ。で、これ別の言い方すると、これ多分同じように、えっと、同じような言葉なんだけど、わかること。これ、あえてちょっと、昨日いろいろ、どういう用語を使うか考えて、えっと、あえてこの用語を選びました。わかること。で、これに対するカウンターパートとして、この後、わかっていないことっていうのを考えていきます。OK。あ、ごめん。えっと、一個、最初に説明しようと思ってて忘れてたんやけど、この講義、えっと、少なくとも今日というか、ほとんどの、全部の誤解中、ほとんど全部が、 前半に、えっと、理論を説明します。で、後半で、実践的にそれをどうやってやっていくかっていうのを説明する。今、理論の部分を説明してるってことね。OK。なんで、今日の理論のポイントは、えっと、理解するということを理解する。わかるということをわかる。わからないということをわかる。この二つがキーワードになってきます。あ、えっと、一つでいいか。わからないことを理解する。ということかな。っていうのを考え、まず、そこを理論として考えていきたいと思います。 で、じゃあ、分かるっていうのは何なのか。こういうことだね。これが今日のキーワードです。で、分かるっていうことには、本質的な困難性があります。OK。で、実は、えっと、より、えー、厳密に言うと、分かることの困難性というよりは、分からないことの困難性なの。そこをまず説明していきます。えっと、分かるっていうことは、別の言い方で言うと、んていうか、何て言えるか。把握すること。OK。 コンプリヘンドってことやね。もともと英語版のマテリアルを作ってたんやけど、そっちはコンプリヘンドって言い方をしてて、コンプリヘンシブっていう言い方をするよね、英語で。えー、と包括的に、すべてを含んでいます。で、えーと、コンプリヘンドっていうのは理解するっていうのが英語であるんですよ。つまりどういうことかっていうと、いろんなものがあって、それをガバッと包み込むように意識の中でして、で、把握する。で、日本語の把握するっていうのが近いよね。ガバッと掴むってことやね。で、把握する、えー、とつまり、 えと掴んで握る、こうガバッて捕まえるってことを理解するっていう意味で日本語でも使う。なんで感覚的には多分一緒なんだ。えー、と多分中国語なのかな、把握っていうのはも、えー、ともとは。少なくとも漢語やんねで、えーと。なので英語でも中国語の感覚でも日本語の感覚でもガバッと掴むっていうことを理解するっていうことと同じような意味で捉えている。で、じゃあ把握するっていうのをもう少し。 えっと別の言い方でフォーマルな言い方でするとどうなるかっていうと全体性を得るということです。ここキーワードね全体性トータリティっていう概念ですあ。えっとこの後半の時業結構いろんなあの哲学用語を借りてきて説明してからあの気になる人は後でググってみると面白いと思います。全体性トータリティっていう概念です。じゃあこの全体性を得る っていう分かるってことは全体性を得るってことだっていうのを分かった上で、えっと、知った上でじゃあ分かっていないっていう状態をどう定義するのか ?OK あこれあのこのこういう議論の進め方って僕の特徴なんやけど一個一個用語を丁寧に定義していくの,あの定義があるわけじゃなくて自分でその定義を作ることで把握していくってことをやっていくわけねでこれも多分みんなも使えると思いますあの今日やってく話、えっと 今日からの5回でやっていく話を応用して、えー、作ったのがこの授業なんだ。なんで、この授業自体が、えっ、ー、と、今から話す内容の例でもあると。実例でもあるということです。で、まあ、戻りましょう。分かっていないってこと。じゃあ、分かっていないってどういうことなのか。これは、全体性の中にある欠如です。OK。で、分かったような、分かんないような感じやろ。今。でじゃあ、これ図に書いて見ていきましょう。 まず一個の概念がある。いいよね。例えば犬やったら犬。これは犬ですってのがあるわけ。猫、概念2。で、豚、概念3。これを全部包括するように作るのが全体性。例えば、えー、四つ足の獣へ。 ほ乳類っていうので、ももう少し広く取ってな。OK。なんで、えっ、ー、と、概念が一個一個あるわけ。個別概念が。で、それを全部包括するような全体性って別の概念を持ってくるわけ。その中に全部入り込んできますよ。ってことね。ここまではいいよね。えっ、ー、と、実はここだけでももう掘っていくと何時間でも喋れるんやけど、もうここで、とりあえずまず、えっ、ー、と、ここで一回切ってぐったにいきましょう。 具体例というか、なんでこの話をしたのかっていうところを見ていこう。これね、全体性の絵を描くと、ここ抜けてんの気づくよね。例えば、四つ足の獣ってやったら、鹿はどうなんのって気づくわけや。鹿も四つ足の獣やんな。で、自分は、えっ、ー、と、鹿のことはよく知らない。つまり、 個別概念から始まってそれを包括するような全体性がえ全体性を作ってえ全体性を得てそこで初めて欠如っていうのに気づくわけやで欠如っていうのがつまり上で書いてある分かっていないっていうことや、OK、で分かるってことは全体性を得るってことやな 分かっていないっていうのは全体性の中に欠如があることを知ることやつまり分かっていないってこと自体が分かることないここに、えっと、分かることのえ分かることという分かるという行為の本質的な難しさがあります分からない、えっと、分からないことを見つけるためにはまず分かる必要があるなるほどえっとこういう構造ってすごくよく出てくるんやけど哲学に えと興味ある人は多分、えーと、マルチの資本論とかの論理構造がかなりそれに近い。えー、と貨幣が商品と、えー、商品は貨幣と交換されることに商品は交換されることによって価値が減出する。価値が減出しているからこそ商品は交換される。ここ ロドスターここで飛べって結構そこでその有名なセリフが出てくるんだけど。つまり商品が交換されるためには価値が存在し、価値が認識されている必要がある。でところが、えーとに、交換されることによって初めて商品の価値というのは認識される。そこに、えー、と資本主義経済の本質的な難しさがあるって考えたのがマルクスでそれと同じように、えー、と理解するっていう問題にも同じ問題があります。 事前と事後の、あそうか、唐谷工人っていう哲学者は、これを事前と事後の転倒っていう言い方をしている。事後に知っているという事後の状態があって、初めて事前の知らないという状態を定義できるってことだ。この事前と事後の転倒っていうのは、みんなが多分、普通に技術研究、科学研究をやってても、ものすごく頻繁に出てくると思う。でそこをあの自分で論文書くときには気をつけてチェックしていった方がいいと思う。あの細かいところだと、自分で論文書いて書いてみて読み直すと、 えと読者が結論を知っていることを前提に書いちゃってるってパターンがそういうのも、えー、と丁寧に見つけて潰していくんやけど、論文を書く、まえー、ときは。ちょっと今、脱線しました、えーと。元に戻りましょう、えー。一回もう一回まとめると、分かる、把握するってことは全体性を得ることです。で分からないってことは全体性の中に欠けていることを理解するってことは知るってことやで。分からないってこと自体が実は分かることやったんでそこに、えー、と入り口と出口がくっついちゃってるって問題があって。 えっと、基本的に、えっと、わかるとわからないが同時進行していく。で、ところが、わからないがわからないと、どこを勉強すればいいかわからないオッケー。まず、ここで本質的な、えっと、問題というのを理解してください。こういうのがあると。で、ちょっと、一応、生物移行学という授業なので、えー、技術的なところで補足していきましょう。例えば、例。低コヒレンス干渉系っていうのを考えてみよう。o c t や、ね、あの、この授業の前半でやってた低コヒレンス干渉系。例えば、概念1、干渉系。 これいいよね、えっ、ー、と多分えっ、ー、とこの学科の学生さんだったら多分みんな何ていうのかな学生実験とかでいっぱい見たことはあると思う少なくとも聞いたことあるよね高校の物理でも出てくるのは出てくるのかな干渉系でコヒーレンスこれちょっとまあ難しいんやけど調べればある程度わかるえっ、ー、とまあ初学者大体光やってたや,やる初学者が大体最初つまずく概念ではあるけどちゃんとある調べれば定義が出てくる概念 で、低い、低。これもわかるよね。一般用語やで。この一般用語っていうのが実は、えっ、ー、と、トラップなんやけど、今そこは置いとこうあの。今日の講義で、この後半で出てきます。一般用語の問題。で、干渉系、コヒレンス、低い。この三つわかってるわけや。で、ところが、これをわかってるからといって、低コヒレンス干渉系って何なんですかって説明できないよね。これまたもうえ、え、 ごめん、えー、っと、ちょっと今、論点が発散しちゃったけど、ここついでにやっとこう。えっと、これは全体性と部分の違いです。合成の語尾っていう、あの哲学でいう合成の語尾っていうのは典型なんやけど、部分を集めれば全体性が出てくるっていう前提で議論を進めていくこと合成の語尾と言います。全体性っていうのは部分を組み合わせても出てこない。総合っていうあの思考行為によって出てくるれあの2020年の講義で議論してるの興味のある人見てみてください。機能と演疫っていう回かな。 で、えっと、この三つ合わせる、合わせて、うーんって見てると、抵抗ヒレンス干渉、こう、振ってくるんですよ。頭の中から。OK。あの、この三つを組み合わせても、抵抗ヒレンス干渉系っていうのは出てきませんで。そこがまたジャンプなんやけど、思考のジャンプなんやけど、機能的思考、抵抗ヒレンス干渉っていうのが振ってくる。振ってくるって言い方するのは、ここうまく誰も説明できてないんや、この思考的な行為は。 えといわゆる総合的に考えると、これは低コヒーレンス干渉じゃないんですかっていう気がしてくる。あのちなみに総合的っていうのと、機能的っていうのはかなり対応した概念です。で総合的の逆が分析的。分析的っていうのは、全体性を細かく分けていくと分けてい,くっていう行為が分析的。OK。で、えー、となんで、干渉系、コヒーレンス、低いっていう3つの概念を総合すると、低コヒーレンス干渉系っていう概念が出てきます。 でこの低コヒーレンス干渉系を分解していくんや、今度は。全体性から。それから分析的思考。もしくは機能的思考って言い方です。で、そうやって分けていくと、低コヒーレンス干渉系、えー、とっと、待ってね。干渉系、コヒーレンス、低い。で、この3つ合わせると、総合的な思考で、低コヒーレンス干渉系って全体性が出てくる。で、この出てきた全体性を、今度は分析的思考。 もしくは、えー、演疫的思考によって分解していくんですよ、概念で、そうすると、あれ、ここに欠如しているものがあるっていうのに気づくわけよ。例えば、変更のバランス。これちょっと、あの、例がマニアックすぎて、えっ、ー、と、わかる人しかわかんない感じになっちゃってるけど、あのここがわからないのはこの授業の論理の問題じゃないです。えっ、ー、と、例がちょっとマニアックすぎて。例えば、変更モードディスパーションと変化モードディスパーションどうなってるんですか とかっていうののはこつまり部分から入って、部分から入って全体性に一回持ち上げて、それをさらに分解、各パーツに分解していくことで、初めて分かっていないってことが分かる。で、部分から全体性に持ち上げるっていう行為自体が分かるっていう行為だから、分かってないと分からないことが分からない。えっと <laughs>、あとでゆっくり考えてみてください。 で、えっ、ー、と、以上を、まず前提として、えっ、ー、と、今日の講義の前提として、えっ、ー、と、じゃあ、分かるためにはどうしたらいいのかというのを考えてみよう。で、これが、えっ、ー、と、この講義の後半でやっていく全5回の構成になっていきます。まず、第1回、今日はね。これこ,こは、分かっていないことを見つけようと。つまり、分かってない状態から始めて、なんとか分かってない部分を分かろうっていう行為です。そこができないと、結局も、 困っちゃうよね。なんとかこう運動することで分かったり分からなかったりを繰り返すことでちょっとずつ前に進みましょう。ということです。で、それがステップ1。今日のところ分かっていないことを見つけよう。で、ステップ2。えー、次回。ここはもうちょっとというかかなり実践的なことをやります。文章を上流しよう。OK。えっ、ー、と、だらだら文章を読んでいくんじゃなくて、文章の要点を 分類していく。えっと、文章を要点に分解して、それを分類する。あのイメージ的には、論文あるよねで。これ読んでって先生に渡されるで。どうしていいか分かんない。それをまず分解します、バラバラに。で、それを今度はそのバラバラから段階的にちょっとずつ大きい全体性を作っていくことで理解していきましょう。で、そのための技術として、文章を蒸留する。えっと、パイロットレクチャーでは、カラライズって言い方してたんやけど、 あのマーカーを使って実際に論文に色をつけていくことであの線を引いていくことで分類していく分解していく分解分類していくということを説明しますステップ3でこれがあのさっきもちょっと言ったやつやんねえっ、ー、と論文の一般的な構造をしようでえっ、ー、と多分あの卒論とかのインストラクションではシンプルに構造だけが示されててこれが例ですよっていうふうに言われてたと思うやイントロえっ、ー、と序章か序論か イントロ、えっ、ー、と、英語で言っちゃうね、イントロ、メソッド、リザルト、ディスカッション、コンクルージョン。っていうのが一般的な論文の構造ですよね。で、えっ、ー、と、ただ、その構造っていうのは説明されてるけど、それらが論理的にどういうふうに結びついて、どこが何をサポートしてるのかっていうのは説明、あの、フォーマルにはされてないと思うんや。あの、研究室によっては、先生が説明してくれてる、先輩が説明してくれてるって合があるんやけど、あえっ、ー、と、僕の知る限り、あんまり、 そこは少なくとも卒論のインストラクションでフォーマルに説明されるところではない。なんでそこを、えっと、きちんと押さえておきましょうっていうのがステップ3です。論文の一般的な構造をしろ。で、ステップ4。で、ここから、えっと、本当の意味でのクリティカルリーディングになってきます。それが、作者のロジックをたどろう。えっと、主張っていうのは基本的にエビデンスとロジックの組み合わせない。えっと、ファクトとロジックって言ってもいいかな。もしくは、えっと、仮定 仮定と仮説ってのはまた違うんだけど、そこは多分ステップ3で話をします。今言ったのは、ね、えっね、と。こうだと思います。本当かどうか証明されてないけど、そうだって考えて話を進めていきますっていうのが仮定ちょっとえ違いとう言うとか、仮、え、定、っと、っていうのは本当かどうか分かんないけど、そうだっていうのを受け入れて話を進めていきますっていうのが仮定仮説っていうのは、そうだと自分は考えていて、今からそれを証明する議論をしていきますっていうのが仮説や。 だから仮説は議論の中で真実として使っちゃいけないのよ。で、過程は真実として受け入れて使っていく。で、ただひょっとしたら、仮定が間違っていて、全部、ざっと将来的に崩されちゃうかもしれないけど、多分ここは皆さんいいってことでいいですよね。っていうのは最初に、大体みんな証明されてないけど、合意できることってあるわけや。 でそういうのを、じゃあこれはもう家庭として受け入れましょうって言って、議論を積んでいくっていうのが家庭。仮説っていうのは、えー、とこの例えばこの薬は効くと思います。でも効くかどうか分かんない。それを今から確かめたいんで、それを今からデータを取って議論していきますっていうのが仮説。で、えー、とちょっと複雑な英語で僕よく使っちゃうんだけど、ワーキングハイポテシス。あそうか、ごめん。家庭っていうのはアサンプションや、ねで。仮説 というのは、ハイポセシスです。で、Thesis っていうね、学位論文のこと。Thesis っていうのは、証明されるべき仮説のことないだから、学位論文、あの卒論とか修論、マスター・ティーサス。修論っていうのはマスター・ティーサスっていうね。っていうのは、えっと、フォーマルな意味では仮説を提示して、それを2年間かけて証明しました。そこを議論今から議論していきますというのがマスター・ティーサスってことになる。で、 もう一個僕ちょっと今言いかけたのは、えっと僕よく使っちゃうんやけど、ワーキングハイポセシス、作業仮説っていうのがあるんや。それは仮説で証明されてないんだけど、割と使えそうだから使って話を進めていきましょう。っていうのがワーキングハイポセシス。えっと分野によってはそういう用語ってよく使うんやけど、えっとそれって今の分類では厳密には仮定になるわけ。OK。 家庭だけど、あんま、えー、と世間で家庭って考えていいほど受け入れられてないってときにワーキングハイパーサイズってい言い方を僕はよくします。ただ、えー、と基本的にはそれは分類で言えば家庭のほうに。で、えー、と家庭、えー、話を戻そう。家庭がある、あとファクトも、えー、と事実として受け入れている例えば実験結果っていうのはそうやね。それを論理、基本的な論理パターンっていくつかあるんだけど、それによって組み合わせて結論を出していく。 でそれを順番に書いてあるのが実は論文内で、その著者がどういうふうに考えて何をどう順番で証明していったかっていうのをきちんとたどっていきましょう。でただ、ここは実はメンタルの問題で著者もそこまで意識して書いてないパターンが多いからいっぱい抜けがあったり論理が飛んでたりする。それをきちんとたどっていってなんで彼はここでこんなことを議論してるのか。 なぜここでこんなデータが出てきたのかっていうのを順番に自分で再現していきましょうっていうのが作者のロジックを辿るってことです。これがステップ4。で、ステップ5。その作者の論理を辿る。ステップ4ね。ステップ4で作者の論理を辿るってことは、論文の中の概念を順番に辿っていくってことや。そうやね。で、概念を、個別概念をそうやって手に入れたら、それを包括するような 全体性っていうのを自分で作ることができるね。それを抽象化と言います。で、別の、えっ、ー、と、抽象化。英語で言うと、アブストラクション。アブストラクトっまあ、もともとは形容詞だけど名、えー、名詞としてよく使える、ね、あ,とあ抽象化するっていうのの名詞がアブストラクションやな。で、アブストラクトっていうのはもともとは形容詞で抽象的なや。 で、えっと、それが名詞になったアブストラクトあるよね。それ、日本語ではなんていうか、要約っていうね。もしくはし、要詞。要約っていうと、えっと、アブストラクションとアブストラクト両方に訳せちゃうから、要詞って言い方でする。えっと、多分、日本語のあの、技術論文だと要約って言い方するのが普通やけど、あの、論文の頭に書いてあるよね。通行で。あれが要約ですで。自分で、 誰かの書いた論文をスパッと要約できる。っていうことはどういうことかっていうと自分がその論文の抽象的な構造っていうのを把握したってこと、OK。なんで自分なりに人の論理の全体性を作り出した。ってなると何ができるか。作者も気づいてなかったような欠如っていうのを見つけることができるわけ。 でそこが実はトリックなんだけど作者の作った全体性と自分の作った全体性っていうのは実は必ずしも同じだとは限らないんですよ。で自分の作った全体性に作者の提示した概念から自分の全体性っていうのを作るわ。でそこに何が欠如しているかを見つければ自分が何が分かってないか。でさらに言えばこの世の中で何がまだできていないのか人類我々は何をまだ知らないのかっていうのを把握することができる つまり作者越えってことやね。作者を越えてそこを見つければ、今度は我々はそこを攻めれば、それが研究テーマになるわけ。ケ、OK、ー。だからこれ今、論文を読むって話をしてたはずなんやけど、結局それを突き詰めていくと、どうやってものを考えて、どうやってこれから知識を作り出していくかって話に、えー、と繋がっていくわけ。ケ、OK、ー。なんで、読むって行為は最後、書く、作る、作り出す、知識を生産する。 いにつながっていくでその知識を生産するっていう行為をどうやってやっていくかつまり考えるっていうのをどうやってやっていくかで考えて書いて読んでっていうこのサイクルをどうやって、まあ、この3つ考える読む、えー、ごめん、えー、と考える書く読むっていうこの3つはものすごく強く相関してるんですよ。でそれを何とか10回の講義にまとめようとして、えー、と途中で力尽きたのが2020年の講義だったわけね。 で、その続きを、えっと、今回やっていこうという話です。で、これで,で、なんで2020年の考える技術、読む技術、えー、考える技術、書く技術、読む技術っていう講義に、えっと、今回の5ステップスってこの講義を組み合わせて、えー、実は一つの講義シリーズとして完成するようになっています。入り口と出口がつながって完全にサイクルになるような構成になっています。ということです。で、えー、っと、じゃあ、今日のテーマをもう少し追っていきましょう。えっと、 理解する、分かるってことやったよね、えっと。分からないよう分かるためには、まず分かるってことを理解する必要がある。分かるってことを分かる必要がある。で、えっと、じゃあ分かるってことがどういうことなのかっていうのを考えるために、もう少し具体的に考えていきましょう。えっと、注目するのが、インプットとアウトプットです。インプットっていうのは、例えば読むっていうのがそうやね。アウトプットっていうのは書くがそうや。もしくは聞く、説明するっていうコンビもインプットとアウトプット。じゃあ この二つがどういう関係にあるかっていうのを考えてみましょう。例えば、インプット、読む。で、アウトプット、説明する。例えば、えっ、ー、と、ゼミなんかでたまにやられると思うけど、論文渡されて、これ読んできて説明してくださいっていうのるでじゃあ、この二つどういう関係にあるでよく、えっ、ー、と、初めてそういうのをやらされた、やらされたっていうかよくない、えー。初めてやった学生がやっちゃうあるある失敗がこれです。 読んで A を理解して、それを説明する。で、えっ、ー、と、これ聞いてる方からしたら、声に出して論文読んでるように聞こえちゃう。Okay、例えば A は B ですって言われたときに A は B ですって説明しちゃう。でも下手すると論文の中の、えっ、ー、と、文章をそのまま重要だと思うところを音読されたりもするわけ。でも僕らからしたら、 まあ、そんなんを読めばいいですしと思っちゃうわけこれ実は典型的なミスなんですよ。ここに、えっと、一個欠如しているステップがあります。読むから,書く読むから説明するならな。それが理解するって行為でこの読む説明するっていう言葉のアナロジーで考えると、理解するっていうのは読み込むっていう行為にな でじゃあ読み込むっていうのはどう,どういうことなのか理解するっていうのはどういうことなのかそれは、えー、と何かネタを読んで頭の中に自分なりのモデルを作ることですでこのモデルを自分で、えー、と読むよねでモデルを作るわけやでその作ったモデルを自分で観察してそれを観察しながらこうなってますわって説明するこれが説明するってことです なんで読んだものを説明するんじゃないんや。読んで、頭の中にモデルを作って、そのモデルを客観的に観察しながら説明する。っていうのが、えっと、本当の意味で説明するってことになります。つまり、説明しようと思ったら、まず理解する必要があるってことで。この理解するために必要なのが読み込むってことです。これが実は、クリティカルリーディングって、今回のテーマにつながっていくわ、OK、こういうことね。分かったっていうのはどういうことなのか。えっと そこあダブルチェックする方法があるよこの頭の中にモデルがあるのかどうか。分かった。本当に分かっていたら、自分の言葉、表現で説明できるはずです。だから作者の使っている表現をもうほぼ使わずに、作者の使っている、なんなら専門用語も使わずに説明してみろって言われてできたら、多分分分かってる。あの、大学の先生たまにやるよね。えっと、本当に小学生とか中学生とかに、 自分の研究内容を伝えてくださいって言われたときに、専門用語を一切使わずにうまく説明したりする人いるよね。あれはだから自分の中にその理解を構築されてるからってことだそれを説明するのに、えっと、専門用語を使って自分の頭の中の状態を説明することもできれば、使わずに説明することもできる。それは一個一個の概念、そして全体性をきちんと把握してるからってことだよな。で、この頭の中のモデル、これがあると何ができるのかっていうと、 どんどん知識を継ぎ足していくことができる。例えば A に加えて B っていう概念を入れる。でそうすると頭の中のモデル育ってくる。また近い分野の別の論文を読む。もしくは同じ論文の別のところでも。そうするとさらに、あ、ごめん。えっと、B を入れて、ごめん。B' っていうのを説明で。さらに C。これを入れるとさらに頭の中のモデルっていうのは育ってくるから。でそれをもとに C'。C をまた別のことで説明する。 でさらに言えば、A、A'B'C' ダッシュダッシュダッシュを全部合わせて全然違う概念っていうのもいろいろ説明できるようになってくるわけです。OK。で、ちょっと、あ、ごめん、今、ちょっと先走っちゃったね。えっ、ー、と、ここや。そうすると、次のポイント。これ、A'B'C' ダッシュダッシュダッシュ説明できました。ここからもう一回全体性を作り出すことができるよね。自分なりの全体性や。 各社の全全体体性性とは違う全体性ですよ、ね、さっきの話とちょっとつながってきたよね。で自分なりの全体性っていうのが一体何なのかっていうとこれが実は頭の中のモデルそのものだったわけですよ。OK。だから読んでいくことで自分なりの全体性を作っていく。で例えばね、えっと、論文いっぱい読んでる人いるやんで。なんであんなペースで先生らでも読めるのかなって。 で、読んで全部理解できるのかなと思ってる人いると思うんだけど、あれは別に一個一個の論文を個別に考えてるわけじゃない。一本目の論文読む。頭の中にまずちっちゃいモデルができるわけ。で、二本目の論文読んだら、それとは別に論文のモデルを作るわけじゃないね。自分の中の頭の,頭の中のモデルを修正していくんや、二本目の論文。大きくしながら修正していく。で、三本目、四本目、四本目。で、そうするとどん,どんどんどん全体性ができてくる。全体性もできてくる。 でそうすると欠如がわかるからここがつまりこの分野で我々がたどり着いていないところだっていうのに気づくわけやでそこを抑えるでそこがまあ研究企画になっていくてこいいかなこれが、えっと、インプットとアウトプットっていうのに着目してわ、えっと、からないっていうところえっと理解するっていうことを理解するってわかることをまだ理解するって話ここねえっとこれでその、えっと、か えと分かることが分かると、つまり自分なりの全体性ができると、ここ、欠如が分かる。つまり、書いてあることのさらに先に気づくってこと。ここが実はホットスポットなんですで、ここはちょっと、あの、今日のステップ1ではなくて、ステップ5ぐらいまでいったときの話になってきたんだけど、ここが実は我々がたどり着きたい目的ってことになる。ゴールってことになるわけ。でじゃあ、えーと、具体的なところに行きましょう。だんだん実践編に入っていきます。 えっと、どうやって分かっていないっていうところを探すのか。えっと、論文初めて渡されて、これ読んどいて、来週までに読んどいてって言われて、どうやって、じゃあ、分かっていないところを探していくのか。えっと、いくつか、えっと、テクニックがあります。もう、ここからもう本当にテクニックの話が入ってくる。実践編。えっと、僕がまずおすすめするのは、定規読みです。うん、えっと、これ、あの、この後でちょっと、時間があれば、ビデオも見せながら説明しようと思ってるんだけど、 論文に定規を当てるんや。えっと、本でも論文でも読むときに絶対必要なのは定規。普通の定規でいい。えっと、僕の場合ちょっと微妙にカスタマイズしてるんやけど、えっと、普通の定規でいいです。で、それを一行一行当てて、読んでるところに当てて読んでいくんや。でそうすると一行一行フォーカスを作れるから、あの、自分、えっと、そこに集中して読めるわけね。で、辿っていって、まず、 分かっていないな単語、自分がこれ説明できないんじゃないのと思う単語を探すわけです。で、この知らない、分かっていないっていうのはいくつか意味があって、一つは、えっと、多分今これ日本語で講義してるからこうい、いっぱいこういう人いると思うけど、単語を知らない、英単語を知らない。そこもまずチェックしておく。で、次、知らない用語、概念っていうのを把握しておく。 でここちょっと知らない用語っていうところ今の説明だとまだちょっと分かんないと思うます一回まずここはあのスルーしてくださいえっとまあそんなもんなんやと思っていてくださいあとすぐ戻りますで次知らない言葉を見つけたらマークしましょうとえっとやり方いくつかあるんやけどあの英単語の場合は僕は割と鉛筆でも丸を振っちゃうパターンが多いですでえっとこれ概念として自分把握してないなっていう時は 水色のマーカーっていうのを使うことが多い。あの、蛍光マーカーの水色っていうのを使うことが多い。この色を使って分類していくっていうのは、あの来週もう少し丁寧にやります。OK。この特に鉛筆、英単語あ、ごめん、両方だね、えっと、鉛筆も概念も知らないのが出てきたら、調べる次で、まず、えっと、僕がちゃんと役に立つってものは、非常にシンプルに辞書です。 例えば、英語、英語の辞典、辞書、辞書、辞典、辞典、ごめん。でも、えっ、ー、と、割とちゃんとしたやつね、リーダーズとか、あの、いわゆる学習用辞書だけではなくて、あの、だけっていうところ実はポイントないけど、えっ、ー、とある、ある程度きちんとした、あの、語彙のある辞書っていうのを使うのがおすすめです。もう一個、えっ、ー、と、英語苦手ですっていう人は、学習用の辞書も併用して、きちんと読むことをおすすめします。 これちょっとこの後すぐ戻る、ね。英単語のところに関しては。で、もう一個が Wikipedia とかウェブサイトを使いましょうということです。で、例えば、あの、ちょっとした知らない概念でも割と一般的なこと、数学の概念で一般的にある,あるんだけど、自分は知らないだけっていうのはこういうので見つかっていくる。あと、割とマニアックなものでも、これであの解説サイトがあったりはするね。で、次。 えっと、さらに専門的なところになってくると、他の論文っていうのが Google と引っかかってくることがあります。で、そういうのもチェックすると。チェックすると分かることがある。で、ここまだややこしいんやけど、論文読んで分かんないから別の論文を読む。もう、エンドレスな気がしてくるから、ある程度のところで、えー、とバーっと、ばーっと、自分が今読もうとしてる論文を絶対見失わないようにして、で周りの論文はまずザーッとつまみ食いなりな,んなり、チェリーピックでいいから、えっ、ー、と、つまみ食いなりなんなりして、 ええと、ある程度把握しながら進んであとは、その今読んでる論文の他の部分っていうのをチェックする。例えば、検索で書けると、知らない用語が何度も出てきたりする。で、そういうのってキーワードやから、えっ、ー、と、そこの周りを読んでいくと、なんとなくイメージが湧いてくることもある。OK。で、えっ、ー、と、実はこの知らない用語、特に知らない概念っていうのはキーワードなんや。多くの場合。これはちょっとこの次回、ステップ2で話をします。 そこのキーワーワドってて概念に関しては次、えーと、英語の話に戻りましょう。えっと、英語を理解するポイントの一つは、品詞を把握することです。ここはもう本当に、えーと、この非英語圏の人たちの授業に特化した話だけど、英語版でも実はこれ話をしてるんやけど、えっと、英語版を必ずしもネイティブの人が聞いてるわけじゃないんだ、この講義。用語に関して、英語 で、用語に関してはきちんと把握しておかないといけないのは品種ですで。名詞はいいよね。で、形容詞と副詞の違いっていうのは多分分かってるよね、みんな。えっと、形容詞は活用しない。名詞を修飾するのが形容詞や。で、副詞は形容詞とか他の副詞とか動詞を修飾するのが副詞やっていあと、自動詞た動詞。ここの違いも大切。目的語を取るか取らないか。 自分が行動する、えっ、ー、と、アクションに関するのが自動詞で他に対する働きかけが多動詞でそこを把握してないと、えっ、ー、と、何が主体となって何に、えっ、ー、と、何かをやってるとかっていうのが把握できないから、論文の内容やっぱ分かんないんですよ。で、えっ、ー、と、英語に関しては、えっ、ー、と、場数を踏めば何とかなるなんてことは絶対ない。えっ、ー、と、よく、あの、うちの研究室、日本人比率ものすごく低くて、えっ、ー、と、基本的に日本語喋れる人が50%切ってると思うんやけど、 えっと、そういうところにいると、そういうところにいれば英語喋れるようになると思う人いるんやけど、そんなミラクルは起きないですね。あの、勉強しないとだめ。ちゃんとフォーマルに勉強続けないと、えっと、論文読むのも英語、英語論文読むのも、英語で喋るのもできないで。そこはまあ別のことだと考えて、で、同じ話、論文でも何度も読んでれば読めるようになるわと思うかもしれないけど、やっぱ英語に関してはきちんと知らない単語はきちんと把握していく。で文法も分かってなかったらもう一回、 あの教科書を読み直すっていうぐらいのことをすると、まあ、えっと、すると一気に進んで、どんどん面白くなっていく。なんで、そこはもう、あの、遠回りに見えてもやっちゃった方がいいと思う。OK。で、えっと、ちょっと待ってね、ここ。ここが、えっと、実践のポイントです。で、これを今からちょっと、ビデオを見ながら、えっと、実際にどういうふうにやるのかっていうのを説明していきたいと思います。 まず定規で読むっていうのをやってみましょう。これ例えば論文だ。で、定規。で、論文を読むときには、この定規横にしてこう当てていくんもう簡単ですよね。で、一行を読んだら次。一行読んだら次。というふうに進めていく。そんだけの話。で、えっと、そんな本当に役に立つのと思うかもしれないけど、 えとこんだけのことでやってみると劇的に理解力が違う,っていうのが分かると思う。これ騙されたと思ってやってみてみんな定規持ってると思うし買っても安いもんやからえとやってみてください。これあの劇的に理解が変わってきます。要はフォーカスを作るに特に英語で分からない単語のある人ってえと辞書で調べるやろ辞書で調べて戻ってきた。 どこ読んできたんや,読んでたんやったっけってまた探すわけよで。そこが実はかなり時間と思考のロスなんですよ。でもとにかく内容に集中できるように、他のことに思考時間、思考と時間を取られないようにする。というのがポイントです。で、この定義っていうのはものすごくシンプルなのに、ものすごく有効,的有効です。で、えー、っと、これがまず定義っていうところね。定義で読んでみましょうと。で、知らない単語をマークしていく。 例えばこれこ、ずっと読んでて、なんかたん僕、ごにょ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 言いながらやってるんだと思うんですけど、読んでってるよね、多分ね。これ、例えば今、知らん単語1個見つけたわけよ。またずっと読んでって、次またそのうち知らない単語を見つけ出すと。 で、えっとね、これ、知らない単語ってやってるけど、この時実は内容を読んでないんですよ。ここ次のポイントです。内容を読むのは今から先の話。まず、例えば、えっと、1ページに何単語か知らないあのも,ものがある。それ以上あるって人は、ワンパラグラフごとにやっててみてください。1個のパラグラフを読む,た読む前に、定規を当てて、ざーっと内容はいいから、単語だけバッと見ていく。1語1語 で知らんのがあったら、知らない単語があったら、鉛筆で丸をしていく。まず、知らない単語を洗い出すわけね。それで。あ、これ今、例えば、こんなに知らない単語ありましたってことねで。ちなみに僕の名誉のために言っていくと、言っておくと、これそもそも今出してる論文、自分らの論文のコピーなので、えっと、知らないで、本当に知らないわけじゃなくて、ここ難しいと思うのを知らないふりして丸してるだけです。でも、大体、えっと、初めての分野の、えー、論文読むと、これぐらい出てくるんや。実際問題。 でじゃあこれ知ららない単語出てきたらどうするのかでここで出てくるのが単語帳フラッシュカードみんな単語帳の使い方って知ってる学生時代っていうかみんなまだ学生やと思うけどえっ、ー、と受験生時代とかどうやって使ってた使ってなかったえっと単語帳の使い方のポイントは実はこれあんま知られてないんやけどこのリングを外すことなす リングを外してをバラしちゃうわけ。で、まあえっと外した後は基本的には一緒や。表に単語を書くよね。で、できれば発音記号とか発音の特徴みたいなえっ、ー、と僕自身は結構何でも 作り出しちゃうタイプなので、えっと、発音記号自体自分なりにいいやつを作ったんやけどあの発音記号で表現されてない部分っていうのフォネティクスっていうのを勉強すると出てきてそこを表すような独自の発音記号まで作ってやったんやけど、まあ、作りますとアクセントとか有機音無機音っていうのを区別しちゃうんやけど僕の場合はで、えっと、裏はいいよね日本語や、えっと、表例えば英語を書いて裏日本語ケー。Okay ここまではいいと。で、これいっぱい作っていくわけ。例えばワンパラグラフ分,分作る。で、これをどう使うか。作るまではいいです。で、使うときってなんかみんな普通にこうペラペラめくってやっちゃうよね。そこ実は違うんですよ。なんでそもそもこれがリングで止まってて外せるようになってるかってことや。単語帳じゃなくて単語カード、フラッシュカードなのか。これどうやってやるのかっていうと、この先ちょっとやってると思うんだけど。 あちなみにこう辞書をこれリーダース使ってますね。リーダース、リーダースプラスっていうのを使ってるな。こうざっと作ってた。これなんか変な独特の発音記号を使ってたな、今。えっと、上に矢印を書いたりとか上に点を書いたりっていうので、えっと、曖昧ボインになるところを明示したりとか、あとこれアクセントやな。まあそこは細かいところですわ。で、ザーっといっぱい作っていくやろ。 で作ったら、単語カード作ったらもうちょっと先かな。えっと、シャッフルするんだで、今これ何やってるかっていうと、表を見る。で、それを分類していくのよ。単語を見たら、すぐにもう意味が分かった。ってやつは、一番左に置く、例えばね。 で、分かんないやつは一番右とかにやっていくわけ。やるかな今多分これやると思うこれ、あ、分かんない。一番右に置いた。で、あ、これわかる。簡単にわかる。フォトン、わかりました。で、エスティメーター。これ、えっと、ちょっと考えたらわかった。この三つに全部分類していくわけで。で、えっと、わからないと考えたらわかったっていう二つだけを回収して、 今、逆やな。えっと、一番左が分からないにしてんのかなこの図やと。で、えっと、分からないと、考え、考えて初めて分かったっていうのを見つけて、ああもう一回回収してシャッフルする。もう一回同じように分類していく。そうすると、覚えてるから、前回と違って。えっと、だんだんわかる、パッと見たら分かるっていうのが増えていくわけ。で、全部パッと見たら分かるになるまで、これを繰り返すわけ。一回。まずはね。で、その後でパラグラフを読む。 そうすると、少なくともその瞬間は、そのパラグラフの英語の問題はすべて解決しているから、ちゃんと内容に集中できる。なんで、英語の問題は、英語の問題として先に肩をつけちゃう。で、これが次のポイントになります。いいかなで、さらに次のポイント進んでいきましょう。えっ、ー、と、電子フラッシュカード。でね、えっ、ー、と、 フラッシュカード便利なんですよ。でところが人間というのは、忘却することで生きていく生き物です。良くも悪くもいろんなことを忘れて先に進んでいくわけでも、英単語はできれば忘れたくないわけじゃあ、どうやって長期記憶に定着させるかっていうと,、えっと、忘却曲線っていう理論があるんやけど、人間がどれぐらいのペースで忘れていくか。忘れたところでもう一回思い出すっていうので、シナプスの結合が強くなって、どん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 長期記憶に入っていくわけ、ね。 なんでえー、と例えば、一番シンプルなルールだと,、えー、と、まず1回勉強するよね。で、えー、翌日復習する。で、3日後に復習する週。さらに1週間後、さらに2週間後。で、その先、もう1回1ヶ月経ったらもう1回復習。だん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 復習の期間を伸ばしていく。で、そうすると、だいぶ長期記憶に定着するようになります。で、忘れてたら振り出しに戻る。そやっていくと、どん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 記憶に定着していく。 でもそれ、どの単語をいつ勉強したかなんて記憶するのめんどくさいですよね。で、忘れたら戻さんとあかんでもめんどくさい。じゃあどうやってやるかっていうと、実はやっぱ、その、忘却曲線に基づいた、えっ、ー、と、例題提示、記憶のための例題提示アルゴリズムっていうのがあるんや。スーパーメモリアルゴリズムっていうやけど、グーグルと出てくると思う。で、それに基づいた電子フラッシュカードっていうのが結構探すとあります。で、僕が個人的に使っているのは、えっ、ー、と、今ちょっと出てる、これ。 アンキってやつ、アンキ、えっ、ー、と、アンキモバイル。iPhone のアプリだとアンキモバイル。えっ、ー、と、アンキっ、えー、とローマ字で検索してくると、えー、とアンキフラッシュカードとかで検索するとすぐ出てくると思う。で、iPhone 版はちょっと高いんですよ。えっ、ー、と、僕が買ったときで3000円ぐらいしたんやけど、えっ、ー、と、僕個人的には払う価値はあると思ってる。で、えっ、ー、と、Windows 版とか Android 版はフリーなはず。 なんで、えっと、iPhone 版ちょっと高いと思う人は、まず Windows 版とかでやってみるといいと思うけど、それでやると、えっと、僕自身は <laughs> これでかなりこう、全然違う分野の論文っていうのをスラスラ読めるようになった。やっぱりだから、えっとね、論文の内容ってやっぱ基本的にロジックと、えっと、エビデンス。で、そこは分野違っても大して変わらないんですよ、その考え方自体は。分野が変わると一番戸惑うのは、用語の違いなんですよね。 そこだけ、用語と英語の違い、単語の違い、そこだけ最初に潰してしまえばこういうので、えっと、大体どの分野の文献でもきちんと読めるようになるはずです。なんで、必ずにもこの暗記っていうのを使わなくてもいいんやけど、まあ、おすすめやけどね、えっと。何らかのスーパーメモリとか、忘却曲線に基づいたアルゴリズムで常にリフレッシュしてくるっていうのやると、まあ、ここもびっくりするぐらい違うと思います。多分あのトーイックとかもうみんな大学院終わって、 受験終わってるから今更って感じになると思うけど、これだけで TOEIC はかなり稼げる。えっ、ー、と、i c って基本的に本当の英語力もにも問わないから、あんなん。僕の経験では。えっ、ー、と、点数取るだけやったら何とでもなるんや。で、A 単語だけしっかり押さえとけば800点ぐらいはいけると思う。自分の感覚で。まあ、だからこそ僕、えっ、ー、と、あんま、オンデマンドでも出すな、あんま言っちゃあかんけど、えっ、ー、と、今の、 えー、i c を使った英語の試験ってすごく否定できないんやけど、あの入試とかで使うには。本当は国語の試験の方が重要だと思ってないけど、まあそこはいいです。えっ、ー、と、あの、まあ、受験まだの人、4年生でこれ聞いてる人はぜひこれ使ってみてください。受験までのタイミングで TOEIC が今からやって間に合うかどうかって微妙だけど、3年生の時に聞いておよかったなと思うかもしれないけど、こういうのがあります。ということです。で、ちょっと待って、あと、えっ、ー、と、拾い残しが、パラグラフ。あ、で、ここや。 知られているフり単語。えっ、ー、と、これ多分ビデオはないよな。えっ、ー、と、これですね。今日の最後にもう一回戻りますって言ってた。知られているフり単語に気をつけよう。えっ、ー、と、一般用語のふりをした専門用語っついうのがあるんですよ。えっ、ー、と、いい例があんまり思いつかないけど、例えば、分解 o の OCT の 縦方向分解能。縦方向って分かるよね。一般用語ですよね。縦って分かるよね。方向も一般用語や。で、分解能も普通に生活すればいろんなところで出てくる。レゾリューション例えば、PC のディスプレイでもレゾリューション 1024×4096 ですとか。で、出てくるわけや。で、全部知ってると思っちゃうんや。レゾリューション、知ってますよ。ピクセルの数のことですよね。ディスプレイのピクセルの数のことですよね。そうっすよね。 違うんですよ OCT で縦方向分解のアクシャルレゾリューションっていうと、えっと、ポイントスプレッドファンクションの半値幅のことなでそうなると今度はポイントスプレッドファンクションって何ですかって話になって分かんないよねみんな。えっとひょっとしたらこの授業の,あの前半も今年度のやつ取ってくれた人は知ってるかもしれないけどポイントスプレッドファンクションって何ですか分かんない。じゃあレゾリューションって何ですか分かってませんでしたってなるわけ。 これが知られてるふり単語。一般的にも使われてて、えっと、知ってる、知られてるふりをしてるんやけど、冷静に考えたら説明しきれない。で、説明していくと分かってないことが分かったり、あと、説明してみたら、説明はできたけど、あれ、自分が意識してたのと違う意味で使われてるわ。これが、とにかく学術論文では大量に出てきます。 でこの知られてるフリー単語はすごく気をつけてください。レゾリューションっていうのはちょっと技術用語っぽかったけど、一般用語みたいなのでもある。例えばアナロジーとか、アナログっていうのもそうやし、アナロゴス。で、デジタルっていうのもそうやな。デジタルいいね。デジタル。えっ、ー、と、再生医療の論文とかに出てくるよね、たまに。デジタルって意味わかる。再生医療の論文とかで、えっ、ー、と、インターデジタル。 インターデジタルでアポトーシスが起こると。わかんないやろデジットって指って意味なんや。指が生成するときに指の間の細胞がプログラムし、アポトーシスしていくってことをインターデジタルにアポトーシスが起こるって。でもデジタルって知られてるふりしてるよね。みんな、皆さん知ってますよ。僕デジタルですって感じやけど、全然違う意味で使われてる。で、そこを、えっ、ー、と、スメルしていく。 あの鍵出していくっていうのが実は重要になってきます。で、えっとそのための方法も含めてもう少し丁寧にやっていきましょう。あの論文に色をつけて単語とか内容を分類していくっていう技術まで含めてえっとやっていきましょうっていうのが次回のステップ2っていうことになるわけです。この授業2022年版の授業の後半でやるのは批判的読み込みのためのつまりわかるための5つのステップです。 で、今日は分かってないことを見つけようというのをやりました。で、さらにそこで少し積み残したこと、それを、さらにそれをベースにして次のポイント、より実践的なポイントとして、ステップ2、来週、次回、文章を上流しようというのをやります。で、その先、第3回、論文の一般的な構造をしよう。これちょっと経路が変わります。で、第4回でまた元に戻って、作者のロジックをたどる。えっと、第1回、第2回の内容と、第3回の内容。 それぞれを組み合わせて第4回にたどり着く。で、第4回の技術を作って最終段階、論文を抽象化、要,要約しようと。つまり自分なりの全体性を作ろうと。で、それによってさらに作者の主張を超えていこうと。それが本当の意味での批判的読解、クリティカルリーディングということになるわけです。で、ここまでこの授業ではこのあと残り4回、全5回使ってたどり着いていくことになります。ということです。 じゃあ以上で今日の授業を終わろうと思います。お疲れ様でした。